大学院の入試英語読み方を書けと英語で Stereo selectively desaturated lactone ですね。さっぱりわかりません、何が何だか。構文分かってないと読めないですからね、こういう風にはね。さあ、始めました、むっちゃチャンネル。さあ、今回はですね、大学院の入試英語やってみたいと思います。はい。文系理系大学院入試問題演習というですね、これ10年以上前の参考書なんですけど、はい、まあ大学院の問題もやってほしいということで、はい、手に入れてやってみました。まあ和訳がやっぱりね、多いんですよね、大学院入試っていうのはね、全文を訳しなさいみたいな、その文章がボンとあってね、やるっていうのが多いんですが、まあいろいろとこれには下線部訳だったりとか、いろんなパターンが載ってたんで、まあそれら紹介していこうかなと思います。文和訳と和文英訳で、あとは総合問題って言っていろんなパターンのが載ってますね。後ろにはなんかフランス語も載ってましたね。ドイツ語もあったな。はい、ほんのちょっとだけでありましたけど、まあ本のコンセプト全くわかんないですね、これね。よくわかんない問題ボコ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 切り張りされてるんだけど、何のためにやってるのかわかんないし、やっぱね、売れないんだよね、大学院入試の問題ってね。それぞれの研究家にね、問い合わせていただいて手に入れることをお勧めします、過去もね。はい、じゃあまあ軽いのからやっていきましょうか。その和文英訳なんですけど、なんとこういうのもあったりするんですね。はい、見てください。鹿児島大とか九州大の問題なのかな。読み方を書けと、英語でこれなんて読むかわかんないですか。2分の1、これ意外とね、知らないですよね。だからほら、3分の1がさ、ワンサードじゃないですか。この2分の1の読み方ってさ、ワンセカンドじゃないですからね。ワンセカンドって言ったらそれ1秒になっちゃうからね。だからこれワンハーフって言います。日常生活だとアハーフとも言うけどね。だから one and a half、 1.5 のこと。一応この分数の読み方だと他にもあって、この one over two ってですね、two の上にこう1があるっていう言い方もあります。まだちょっと面白いなと思いましたけど。はい、続いて2個目。これなんと言いますか、ルート3ですよ。ルート3は。これ square root of three って言いますね。はい。square root of three なんですよ。はい。この3のところね、いろんな数字入るわけですけど。次、2乗とか2乗ってやつですね。はい、5の2乗なんていうかわかります？これ5 square って言いますね。まあ、5 square って ED つけてもいいですけど。で、次が、はい、4×6 は24ってやつですね。はい、これもね、結構、なんだっけな、居酒屋でバイトしてる時に、これなんて言ったらいいですか、掛け算乗って、なんかね、理系の教授に聞かれたことがあるんだよね。僕は英米文学専攻ですって言ったらね。で、その時わかんねえやって思ったんですけど。はい、わかります？これ4 times 6 equals 24って言えばいいですね。まあこれは日常生活で聞いたりしてたんで、まあ数学の授業を取ってる友達とかもいたんで、アメリカ留学中に、うん、なんでこれは聞いてました。4 times、 まあ4 cross って言ってもいいらしいですけどね。6 equals 24っていうやつでした。はい、どうですか。はい、まあこれがまあなんかというか序の口の問題というか、すごい基礎力を試されているようなものですよね。じゃあ次なんですけどね、はい、4択で答え選んで、プラスでそれを和訳しなさいっていう問題なんですよ。いや、これやばいよね。見てください、ほら。Hydrogenation of the allophenic lactone should declare the less hindered phase to produce stereoselectively the saturated lactone ですね。わかりません、何が何だか。まあ、答えはね、ただこの4択の方はね、導き出せます。和訳は知らんけど。まあ、occur ってほら、起こるっていうのが自動詞じゃないですか。だから受動態になってるのはおかしいしね。はい、だから be occurred on とか be occurred by はおかしい。で、自動詞の occur が後ろに the less hindered face っていう目的語を取るのもおかしいんで、だからまあ occur from か occur with かはわかる。で、occur from ってよく使う表現だから、まあこれだろうなっていうのはわかるけど、意味がわかりません。オレフィン系ラクトンの水素添加。なるほど。ハイドロジェネーションっていうのがそうなんだ。水素添加。は、飽和ラクトンを、飽和ラクトン、サチュレイトがね、飽和するですから、サチュレイテッド。飽和ラクトンを立体選択的に生成するため、ステレオセレクティブリーがこれ、立体選択的。less hindered face、より邪魔されなかった表面から生じるべきである。わからん。べきなのか、はずなのかもよくわからない、このシュートが。such a mechanism is なんとか reports from him。まあ、これはわかるかな。はい。consistent がいろんな前置詞と並んでますけど、consistent with ですから、それと一致するってですね。consistent から一貫するですよね。だからそれと同じのに立ってますよ、一貫してますよって。そのメカニズムですね。そのようなメカニズムは、彼の報告に一致します。で、次、the discussion is なんとか the assumption that benzylic anion is stable。なんだこれ。discussion は、based のか be based on でしょ。基づいている。そういった過程に基づいている。どういった過程って言ったら、benzylic
ベンジル・イ・アニオンが安定であるという仮定に基づいているだって。その議論はベンジル・イ・アニオンが安定であるという仮定にも、なんだそれ、アニオン、あれか、イオン、マイナスイオンだっけ、なんだっけ、なんかケタニオンみたいなさ、ケンタニオンだかケタニオンみたいなのがプラスでって、なんか勉強した気がするな、工業英検の時に、うん、次4番が The authors なんとか to detect any activity in these antibodies、 抗体だよね、抗体の中にアクティビティを、でまあこれ簡単、 be incapable of ing だから違うでしょ、 were attempted、 おかしいね、 were いらないですね、 attempted to、 were impossible、Impossible to do で来るんだったら目的をかけるよね。Were unable to 合ってます。はい。Were inability は変ですね。はい。ということで、著者たちはこれらの抗体中に何も活動を検出することができなかった。見つけることができなかった。ってことですね。むず役がむずいな、やっぱ。理系はやっぱね、楽しいですね。ただね、見ると。はい。広島大の問題でした。続いて東大の問題行ってみたいと思います。はい、まあ、これは和訳いっぱいあるんですけど一部だけやりましょう。 Managers use new organizational models to address the ideological and technical problems that appear whenever changes in the scale and the complexity of the firm, the international competitive environment, or working class unrest challenge current practices。 まあこれ分かっちゃうとね、読めちゃうというか読み方できちゃうよね。これ読み方ね、今の音読っていうのも構文分かってないと読めないですからね、こういう風にはね。まあ、ポイントはありますよね。Managers use new organizational models、 はい、SVO ですね。で、to address the ideological and technical problems、 これが address が problems を目的語にとってますんで、対処するっていう意味だよね、うん、なんとかに向かって話すとか住所って意味ではないですね。で、that appear って言って、これがまあ現れる問題、生じる問題でしょうね。関係代名詞の that とか変わってて、はい、で、whenever で、whenever 説スタート。changes in、ここですね。やっぱなんとかの変化っていう in だよね。で、これが the scale and the complexity of the firm。これが1個目の変化でしょ。で、2個目が the international competitive environment。はい、これが2つ目の変化。で、or、はい、これが最後だよっつって、working class unrest。はい、これが3つ目ですね。だこの unrest をね、なんか形容詞だみたいに思ってチャレンジにかけちゃったりしちゃダメですからね。このチャレンジが動詞ですね。で、current practices が目的語です。だから、changes が主語で、challenges が VD、current practices が O であるっていうのを見抜かないといけない問題です。その変化っていうのがこれに挑戦するよ。現在行われていることにっていう風になってるわけですね。なかなか難くないですか？はい。ということで、はい。企業のこの規模と複雑性、1個目。で、2個目、国際競争環境。で、3つ目が、または労働者階級の不穏状態が変わりとかの変化が。はい、現在の観光を行われていることに挑戦するときはいつでもイデオロギー的、観念的、技術的な問題が生じ、経営者たちはこれに対処するために新しいモデルを用いると。はい、やっぱね、英語は後ろから就職していくのに対して日本語は前から就職するからすげえめんどくさいくないですか。はい、大変ですよね。こんな感じで、まあ、いろんなパターンがあるんですよ。本当にたくさんのパターンがあるので、ぜひともですね、皆さんはそれぞれの研究科に行ってとか、まあ、問い合わせてみて過去問題って手に入れるかっていうのをやってください。なかなか大学院の対策をやってくださいって言ってこうすればいいんだよっていうのはないんですよ。そこに合わせてやんなきゃいけない。で、ただ大体言えることは、まあ和訳が多いよと。で、文章全体をね、和訳させるみたいな、文章っていうか、まあ1ページぐらいのやつ、長いやつを和訳させるっていうのが多いですね。はい、それができるようになると結構大変ですね。訓練必要です。やっぱ語彙増やさないといけないなっていう印象かな。で、構文に関してはやっぱそんなむずいのってないんで、まあ京都大学とかさ、阪大のさ、学部の入試の方が構文はむずいんじゃないっていうのはいっぱいあります。ただ全体を訳すっていうのはね、かなり大変なんだよね。まあかなり労力のかかるものなんですよね。はい、どうでしたか、皆さんやってみてどんな風に感じました？ぜひともね、皆さんの感想をですね、お聞かせください。はい、お待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。